ピーシェンジミニ633枠目。天外魔教図マンジバル84枠目。サンジさん、サンデンビーグミドンパチ先生さん、黒金さん、シャトルさん、ゴコメさん、シロさんいらっしゃい。ディグサさんがありがたいです。亀に乗っていくとですね。亀に乗って、人魚の島を。赤戸大悟さんいらっしゃい。9個目さんいらっしゃい。人魚を探すのじゃん。わお、ズナさんいらっしゃい。震える細腕、うわこんな時覚えてないわ。12個目さん、東亜さんいらっしゃい。14個目さんいらっしゃい。細腕、繁盛期。森さんが一番大事。キヌちゃんどこ行っちゃったんだよ。潮の目製薬。つららへ。つららへの、あ、つららへ、つららへって誰だこれ。神言聞くだろ。神の炎。やっぱり、うぅ、気持ちいい。和国天才魔教です。はい、いらっしゃい。18個目さんに、あ、また、歌舞伎に渡すか。に渡してやろう。マンジバル。なんでこの亀攻撃できないんですか？攻撃がね、ついて亀だから。ロボットじゃないから。猫さんが例です。はい。森さんが一番大事。イエス。わあ、氷の腹膜炎。うわ。まだいな、あら待て。震源ってあれ全員じゃないんだっけ。亀なんだから、バズーカくらい装備しておいてほしいですね。亀バズーカじゃねえ。バーサないでしょ。逃げてきた。せっかく呼んだのに。氷の、あ、服膜じゃないね。何服包み、腹包みか。腹包み。ワーコース。クラスおじさんいでしょ。回復歌舞伎にやってもらおう。めちゃくちゃだよこれ。ワコツです。ラチクスさんこんばんは。はい、ヨシベイさん30個目先生。子供向けリポビタン出したみたいですわよ。子供向けのリポビタンが出るんだ。出るんだっていうか出たんだ。子供向けで どこら辺が子供になるのかね。わお、逃げた。わこ、今どこにいた。俺も腹包みの敵覚えてないわ。腹包みのここら辺の敵覚えてないですね。ジュニアが次回登場するときは机の上に置いておきましょう。わお、14歳あたりをターゲットにしている模様。カメなのに弁慶。8から14歳で味が子供向けっていうことはあるかな。でも8から14歳の結構味の好み違うかもしれないけど。あら、ここじゃない。人魚村どこだっけ。ということは成人向けより体が小さい分成分量が控えめの可能性が。成分量控えめ。真珠男とかすげー覚えてるのになんでだろうね。そうだね、真珠男はもう。ワコックス、リポビタンキッズシリーズがあるのにジアシリーズとは。東京球児さんらしい。昔飲んだであろう鍾乳洋シロップ薬みたいな味だと嫌だな。鍾乳洋シロップみたいな味。わぁ、玉取られた。うわぁ、こいつ。これ燃えるの、燃えるかな。トンゴされて。うわ、燃える効かないね。弾取られた。弾取られた、ちょっと。あぶねえ。おかまになっちゃう。ちょっと、こんなやつちょっとあれだね。テイクミを剥がし攻撃してくる天狗いなかった。いずれ天ギャングになったわけ。それは、自分の生爪だよね、あれね。ポイント高いな、こいつ。エナジードリンクとか、あら、逃げる技でなかったっけ。子供のと明記する意味はあるんかな。逃げる技がない。47個目されちゃい。ってなったの、そう。
まあ、子供のが飲んでも大丈夫ってことなんですよね。うわー、金を出る。うわ、ダメだこいつ、逃げよう。うわー、逃げられない。最悪の敵だこれ。うわー、危ない危ない。アメリカとかのチョコレートとかケーキってあのシロップ薬みたいな甘さあるよね。なんか昔のあのガムとかすんごい、あのアメリカのガムとかもらったけど、めちゃくちゃ甘かった。あのベトベト、あの何着色料がついてて味が雑。わら、うわ、ちょっと最悪の敵だこいつ。わらわら、うわ最悪。ガラスとか言ってる間に間に合わない、死にそうじゃない。イマリポビタンジアの成分量を見て、一般的に含まれるタウリンの含有量を調べたら、大人用は 1000mg、 シアは 800mg でした。そんな違いがないんだね。変化おかしいですよね。そんなに違いがないのね。今度ローソンで盛りすぎ激甘キャラメルだけが半分とかあれなんじゃないか。うん、暗い甘くて色もどぎついですよね。うん、そうなんだよね。違いがないのにびっくり。びっくり。甘いのは、わお、うぶめ。ダメージが半端ないな。痛い痛い。ここじゃないね。ここじゃない。どこなの。やっぱ大きさに合わせて書き換え目なんですね。あの右下の方。わお。震えるほどで。あいだ。ナイス連続攻撃。ワクオツです。ひどい目にあった。ただ子供用には猫じゃないですよね。含まれてないのがありました。無水カフェインは 0mg でした。お子様にも飲みやすいミックスベリー味です。ミックスベリー味は14歳だとミックスベリー好きだからね。どうかね。あいたあいたあいた。8歳は好きそうだけど甘酸っぱそう。わお、うわー最悪の、うわーだ。チンゲンをくれ。きっと占い師たら血に染まるマンジマルが見えるんだろうな。青春の味、リポビタンジア。リポビタンジュニア。あ、もう技がない。最悪だ。痛んで戻ろう。なおリポビタンディキッズはミックスフルーツ風味。尾道だったっけ。ミックスフルーツ味。いやー、もちろんクムはジュニアが一気飲みするんですね。はいはい、やっぱ夢でも見ね、ジュニアがラックスジュニアも飲んでるよ。ちょっと防具ないかね。防具固めよう。ちょっと痛い痛い攻撃や。まあまあ攻撃は最大の防御なり。92、春雷の太刀92、100じゃなかったっけ。110だよね、もうね。まあ100ないとダメだね。神明と117。お、神明とがいいじゃない。あ、でも22番の買えないじゃん。買えないね。いや、よし、また来てくれよ。カメ、カメさん、カメゴロン。値段が低くて価格ですよね。え、値段いくらなの？あれだ。リボビダン、ちっちゃいんだよね、リボビダンデーだから。よし。でかいの見てないからね。ここじゃない。いけないところ。この下のやつかな、ね、あの下が。今更だけど、4人全員が揃ってる時間の方が少ないんだな。少ないね。武器屋が、わら、今リポビ。おじさんがレベル。明らかな違いが分かりました。キッズは指定薬部外品、シアは第三類薬品でした。ああ、指定が違うんだね。
あ、こんなとこに、こんなちっちゃいとこやん、こんなとこやんだ。うわ、潮の木手が来た。戦うとこ早かったな。いて。ほらほらほら。逃げるしね。よしよし。もう逃げた。はい。あれ、どこどこどこ、どこだよ。あれ、どこから、ここには行けないの、どこからか違うのかね。どっか入るとこ違う。おう、信玄。ここら辺だね。どっかに、あ、あのとこにどことかある。あ、そ、あれだ。あ、うた、トイレとか出てくる。あー、かぶこもた、カッチンコッチン。歌舞伎の石像出来上がり。あー、ちょっと、ふぅ、いでいでいで、なんか反射してる。あれだ、ザコス、来て早々進行は歌舞伎死んだ。77個目大戦、極楽64弾、歌舞伎ノックアウト、歌舞伎、歌舞伎、うわぁ、あれだ、死ぬんじゃない。深淵燃費ありな、しかし。もうないやん。もう MP ない。あぶね。うわぁ、かまされるなよ。あちょっとちょっと。うわぁ、まじまる64弾、ガオギ、ウォー、神回復。危なかった。神回復。うわぁ、惜しい。危ない危ない。パチパチパチ。あれです。深淵ちょっと燃費悪すぎだな。村上堂。あ、村上様だ。村上堂。敵が出ないね。よかったよかった。お、なんか宝箱ある。殉教の日、いらない。殉教の日で使ったことないな。おお、2万2000両。人魚の隠し財産か。ただの通路なのに、大金が置いてある。戦海宮。この戦海宮は越前の人間村とは古き縁にて、現在の女王の鶴姫様も越前の出身と聞いております。極楽殿とは何かと積もる話もありましょうな。あ、あなた様方は火の勇者、お待ちしておりました。私たちの戦海宮へよくおいでになりました。あ、なんか歓迎されてる。よかった、極楽がいるから。なんかボロクソ言われるのかと思ったけど。吉備国の北西にいろは宮という神殿があると聞いております。いろは宮にも我が戦海宮のようにかつて火の一族に協力し政権を作った者たちがいたそうです。白銀城を守る氷の結界も海側からの侵入には完全ではございますまい。ご検討をお祈りいたします。この戦海宮で千年前、火の勇者のお一人義経様が政権の一本をお作りになったと伝えられています。残念ながら今では剣を鍛える設備は月日の流れの中で崩壊し、再建する手立てはないのです。なるほど、義経さんがね。吉備の南に倉敷という村があります。倉敷村はいくつもの蔵を貸すことで昔から生計を立てています。その蔵の一つに私たちの女王鶴姫様が越前よりお持ちになった品物のいくつかが保管されています。なるほど。そういえば千年前に極楽様が身につけていた装備はすべて千代という人魚が作ったそうですね。中でも千代の太刀という剣は火の一族以外の者が作った剣の中では最高のものだったと聞いていますよ。そうだね、物足りない。吉備国の北の山中で不気味な地鳴りが続いていると聞いております。悪いことが起きれば良いのですが。
鶴姫様お元気ですか。水の貴公子千回宮義経。白銀城は百貫丸という男が守っているそうです。くれぐれもお気をつけくださいね。もう百貫丸百貫丸ってここでこれでもかっていうぐらい百貫丸獅子王放水院紅丸闇の剣士妙院カラス水の貴公子。わらわは鶴と申す者じゃ。この千回宮へよくぞいらした。歓迎しますぞ日の一族の皆さん。極楽太郎よ久しぶりじゃの。越前より今に至るお主の活躍伝え聞いておるぞ。どうやら心を入れ替えたようじゃの。今のお主になら千代の形見の品を返してもよいじゃろう。さあこの鍵を受け取るがよいぞ。吉備の倉敷村の蔵を今こそ開けるがよい。鶴姫の鍵を手に入れた。極楽よ千代の太刀に恥じぬよう存分にその怪力を発揮するがよい。さあもう行け。お前の顔見てもない。お主らの活躍を皆が待っている。極楽嫌われてんなお前。なにわの日の玉こと鳥居道三郎。悲恋の鬼売り邪行院松伏。まんじまろ何かね。どこだっけ。日田のガキ大将になるのかね。濃厚気度されて火場の女王いろは宮司とか。あ、和骨です。タカさんいらっしゃい。火の巨人大霊院女彦。あ、ここでね鍛えられたのに。よし、じゃあ千代の装備を取る前にちょっとこの鍵借りるよ極楽。どこに持ってくんだ。村上堂。人魚食べてない。人魚の涙、人魚の涙飲んだね。俺は涙飲んだっていうのにみんな食べた食べた言って。天神で京都にわわわわわーん。わわわわーん。どこだっけ。ダンパンパンダンパンパンパン。食べたんじゃないよね、飲んだんだもんね。ここだっけ。あ、ここだ。はいはい、ここですね。おみる様ね。おみる様に鍵を。ちょっと待て、おみるにセーブしとけよ。もちろん、セーブしないと。俺と、俺の大事な装備を。あなた様の誠意は、どのお品で表してくださるのかしら。はい。本当に、いただいてよいのですか。どうぞ。どんな鍵だったんだろうこれ。気に入る鍵だ。はーい、どうもみるさん。おい、俺の装備は和骨です。初期案だと自制せずに売ったことになってそうで怖い。宝をもらえないのこれ。宝をください。またかまたまた隠れるのか。また隠れるんだ。どう使うな鍵を。梅こけし生産組合さん、ありがとうございます。よし、というわけで。わらわら。戻ります。あ、じゃあ、あっちでセーブしとけばよかったね。かけたら。元のとこで。よし、じゃあ、キビに行きましょう。倉敷村に、わあ。姫、あれ、わらわの手元にあった鍵が消えた。あなたの鍵は戻してもらいました。あれ、ここだ。ロレコン日の一族と聞いて。はい、奈良漬けさんやし。開いた、オープン。
よし。おお、いっぱいある。チオの太刀、やったで。てってれー。チオの鎧、やったで。てってれー。チオの兜、やったで。てってれー。チオのグズ、やったで。てって、よし、極楽。もう買わなくていいね。極楽さんよ。チオの富士は？チオの富士。でれ。チオの富士は、スポーツだけど。おお、一気に上がった。すごい。うわお。でれ、トゥートゥー。やっぱり今までの極楽の装備買うの無駄だったのでは？無駄だったね。うん。極楽、おい、俺にも装備。よしよしよし。千代の靴、千代の兜。よし、オッケー。素晴らしい。あら？なんかずれてるね。千代のたちがここ。ね。鎧がここ。はい。兜がここで。え？兜がここで。で、靴がここと。ね。完璧だ。よし。よし。よし、極楽はもういらないね。売る。大だらがたな。よし、オッケー。そうだね。よし。オッケー。よし。よし、これで白銀城に乗り込むぞ。よし、白銀城はどっから近いんだっけ。やっぱ尾道村かが近いんだっけ。いや、尾道村のあっちの方が近い、ね。いや、尾道村に行かないと神がそもそも出てこないのか。ちょっと、先にここの、広島で。あ、武器屋さんないんだっけ、ここ。あったっけ、あった。よし、ちょっと固めていこう、固めて。ここは おきぬちゃんがやってくれるけど。ごえまる。神明と117。痛いからちょっと鎧買ってくるか。122、109、歌舞伎が122と109。あ、ないね。鎧ないね。お金あるから、神明と一応、歌舞伎は、まあ、歌舞伎は甲羅少尉だからいっか。はい。よし。よし、白銀城行くぞ。でんでんでででてん。あ、そうだ、逃げ水。逃げ水、アドカリ城ここってあったっけ。ないよね、このちっぽけな村に。失礼な、何やちっぽけな村じゃこれよ。お前、ジョタカマわけでなんてことを。すいません。また広島にちょっと戻って。わらわら。アドカリ城が確か、逃げ水で逃げる、あのカラス野郎が来たらちょっと逃げないといけないね。あれ？逃げる魔法ってなかったっけ？ん？逃げるやつ。あとけてない。え？逃げる魔法ってあったよね？天下の魔女で。逃げる。逃げる水って書いて。え、取ってない？ひょっとして。取り忘れてる？あ、敵が出ないのもある。敵は別に出てもいいんだよね。あの、カラスだけ。カラスが。あれ？なんかないね。取ってない感じがする。どこへ
どっかで、どっか天狗を、天狗見落としてんね、これはね。まあいいか。まあ、カラスが来たら全力で、あ、七福どれだけあったっけ。あ、いっぱいあるね、まだね。山ほどある。なんてこった。逃げ道どこだったっけ。ほら、みんなで踊ろう。越中だ。誰誰。じゃあ、越中行こうか、じゃあ。越中に、越中で撮ってるのよ。キムちゃんが倉庫に入れてくれた分にもない。なかった。越中の逃げ水、どこだ。ずいぶん前では。ずいぶん前だね。今日は巻物回収で終わりかな。巻物を回収してよ。天狗、天狗じゃないや。あ。ああ、なんかひょっとして、あれかな。根が塞いでたとこが通れるようになってから行ってなかったのかな、ひょっとしてね。ここはこういうとこだよね、大抵。根が塞いでてね。ね、切った後に行かなきゃいけないのに忘れてましたっていうパターンじゃないの。あ、これじゃないの。あ、こんなところにね、こういうとこじゃないな。3年目組ドンパチ先生さん、あれです。お、なんかつまり難しいことをちょっと考えるだけで寒気がして体中が痒くなって吐きまで来るんだな。まあ、陰険な作戦で来るやつに試してって感じで、みんな、ほらよ、銭湯の巻物だ。あ、いらない。おめえもおつむが緩んでんのか。巻物来るくらいいっぱいじゃ巻物もらえるわけねえだろうよ。すいません。銭湯ってやった。いらない、これ。銭湯。サーセン。サーセン。先に預けときますか。先に預けときましょうね、ちょっと。あ、あの奥かな、じゃあ。あそこら辺だね、多分ね。富山町だろうね、これ。預けとく。まあ、銭湯はまあ使ったことないけど。はい、預ける巻物。若草は使わないもんね。はい。加点もいらないね。お逃げも使わないもん。まあ、寝るのもいらないだよね。はい。結界引き波水砲、有明、ここら辺がまあいいとして。まあ、軍舷もいらないね。こう、アスレとかいらない。ランゲも使わない。ランカもいらない。軍舷もいらない。試練もいらないな。よし、行こうか。オッケー、よし、美女平村、ここら辺の奥じゃない、あるとしたら。あ、あんなところにありましたね。万事丸さんよ、もう気づいてると思うが、俺たち天狗の正体、これなんか聞いたことあるな。うん、いいしか、あ、いや、聞いてないか。まあ、あいつらの仲間ともいね、あんなにおつまいよくねえかな。千年前に戦争に嫌気が出してな、あんたらのマリ様に助けてもらってよ、もう時間がねえんだ。早く行くぜ、今こうしてあるわけさ。俺たちごめんさんたちに巻物くれてやってんのは、いわばマリ様の恩返しってやつよ。あ、違う、もうくれたやつじゃん。くれたんだよ。残念。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版、天外巻物2万事丸は、毎週カーモクやってます。またあさって。あさって逃げ水。でした調べとこう。おつでした。はい、おつでした。おつでした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ天外通。はい、おやすみ、おつみずでした。おつつです。おやすみなさい。